一、二塁間、菊池取った一塁送球、ファインプレー出ました。菊池の守備範囲、まず青木さんから伺いましょう。今のプレーどうでしょうか。いや、守備範囲が広いですね。結構これ走ってます、ギリギリのところ。江川さんどうでしょうか。もう見慣れてるんでね我々はそうだろう、そうだろうなっていう感じですよ。そうなるよねっていう感じですよね。いや、桑田さん、もう目いっぱいのプレー、そうですね、はい、取った後が素晴らしいですよね。はい。